また俺が相手とは。ついてないな、サーシャ。それはこっちのセリフですよ、コニー。今日までの格闘訓練の勝敗は34勝33敗。勝ち越してるのは私です。そんなもん、今日俺が勝てば逆転だ。勝っても同点ですね。うるせえ。勝負は数じゃねえ。どれだけ自分が怪我したって獲物の心を折ったら勝ち。俺はそう思う。カリュードらしい言葉ですね。昔似たようなことをお父さんも言ってましたよ。ならばこれも知っているか。その構えは、ラガコ村に伝わる秘剣の一つ、蛇の構え。この拳がお前の腕に絡まり、なんだかんだでガブリと行く。やりますね。ならばこちらも。それはダウパー村秘術、鶴の舞。この踊りに見とれていると、いろいろあって倒れるんですよ。やるじゃねえか、森の田舎者が。うるさいですね、偏僻な田舎者のくせに。偏僻じゃねえし、馬使えばトロストクまですぐだし。トロストクですか。私の村は中央寄りのエルミアクまですぐですけどね。ふん、田舎者が中央寄りの町に行ってもどうせ馴染めないだろうが。なんかおしゃれな店も多いし、入ろうと思っても服がダサくて入れなかったり。そうです、そうなんです。頑張って入っても店員が、うわぁ田舎者が来たって思ってるんじゃないかって。わかります、わかりますよ。だから俺はさ、立派な兵士になって村の連中だけじゃなく、あいつらも見返してんだ。頑張りましょう、頑張って立派な兵士になりましょうよ、コニー。なかなかいい心がけだな、教官。そんな貴様らに褒美をくれてやろう。特別訓練と飯抜き、どっちがいい？特別訓練です。お前勝手に決めんなよ。意見が割れたようだな。ならば仕方ない、褒美は両方だ。ギャー！ギャーじゃねえよ、お前のせいだぞ。